肉汁油をシャットアウトで、お手入れ簡単、煙が出にくい焼肉グリルっていうので、ね、ここはね、まあ、石垣産業っていうのでね、結構外とかでも使ってたんですけど、まあ、今日はこのね、ジョジョ園の特製だですね、こんな感じね、はい、で、まあ、これを今軽く油をね、なじましたとこなんですけど、早速今から、お肉を焼いてどれぐらい煙が出るかね、試してみたいと思います。これを引いた状態ではそんなに煙は出てないんですけど、早速ね、肉を乗せていきたいと思います。結構煙はね出ますね。うん、まあこんな感じでちょっと離れてみれば分かると思うんですけど、煙はね出てますね。煙やっぱり出るんですね。かなり煙が出てるのが分かると思います。美味しい。うん。うん、こうやって煙がね、出てしまうのが難点。はい、皆さん、こんにちは。エミシビです。さて、今回の動画なんですけど、まあ、雨の日とかですね、まあ、外で、まあ、その、炭をね、起こしたりして、まあ、バーベキューができない時に、家の中でも焼肉を楽しみたいと。こういうところで、いろいろ、こう、商品が出てるんですけど、あんまりね、その値段が高い商品っていうので、失敗したらちょっと嫌だな、ということで、ね、まあ、もちろん値段が高いものも、まあ、見てたんですけど、レビューがね、あんまりね、いまいちカッとしなかったんですね。まあ、僕が見た限りだと。で、まあ、2万、3万出してね、微妙だと嫌だな、ということで、なるべくコストは安くて、でかつ煙も少ない、でプラスで、まあ、テーブルの上でやるので油跳ねも少ないっていう、この、ね、3点をね、揃ったようなね、商品を今回は買ったので、まあ、実際どうなんだろうというのは、まあ、使ってみては見ないと分かんないんですけど、まあね、購入してきたのでね、まあ、これからレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回買ったのが、はい、こちら、このピーコックっていうね、会社のメーカーで、一番のね、メインはここ、調理中の煙を約 87% 削減っていう風にね、まあ、部屋はね、煙たくなくなるんじゃないかなっていう風に思って、まあ、これを買いました。で、一応米印1っていうのが書いてあるでしょ、米印1っていうのがあるって、ここに説明書いてあるんですけど、発煙性試験っていうのは、試験期間は日本ラボテック株式会社っていうことをでやったみたいで、まあ、200度に設定して、まあ、やったと。ね。ほんで、ここのピーコックさんの、WCV13B っていうのと比較して 87% 削減っていうことで、まあ、従来の製品よりは、まあ、性能が上がってるような、ね、感じっていうイメージですかね。で、プラス、調理中の油はねを 98% 削減ということで、こちらも、200度で、WCV13B ですね、さっきと一緒のやつと比較すると、まあ、98% もね、油減りが減ったということで、まあ、こういった商品をね、購入しました。はい。で、一応ね、いろいろあって、左右にね、こう多目的ゾーンというふうにやって、こっちの方は、キャベツとかもやしなどのね、焼きにくい野菜ね、ここで焼きにくい野菜とかをしっかり絡めて焼きたいと。タレをしっかり絡めて焼きたい場合にこっち使うということと、あとこっちの方は、
隙間からね落ちやすいお肉も油を落としてヘルシーにっていうことで、まあ一応こういうところでやっちゃうとちょっと落ちやすいようなやつの、まあホルモンとかだったらねこれぐらいでいいんじゃないかなと思うんだけど、ね、ここに隙間がね3箇所穴開いてるので油もいい感じで落ちてますね、商品ですね。はい、で構造なんですけど、独自の3次元アーチ構造で油が落ちやすい波型ゾーンということで、まあね、スムーズに、ね、油が落ちるような感じの形状のプレートっていうことですね。あとはもうヘルシーに仕上げる多目的ゾーンと、まあ、平面のね、要は2つ、先ほど言いましたが、それがあるということですね。温度調整はすごい簡単で、もうダイヤル調整だけですね。皆さんね、お値段いくらだと思いますか、このピーコックのね。で、こちらの商品はなんとアマゾンで、4280円でね買いました。まあもちろん価格については変動する可能性がありますけど、まあ、5000円以下で買えるこの焼肉、電気焼肉機ですね、まあ、これの性能をちょっと、まあ、手頃にね手頃で買える値段だったので、まあ、試しにね購入してみました。早速ね中身を開封していきたいと思います。すごいね、梱包はもう見てわかる通りすごいしっかりされてますね。はい、裏はこんな感じね。はい、でここにおそらくまあ電気がこう流れて、まあ、ここね、ここからこう電気が流れてって温まるような、ね、感じの構造です。思ったことね、そんなプレート自体はね重くないですね。そこまで重くない。うん、で中には一応この、はい、ダイヤルのコンセントが入っているので、でダイヤルはこんな感じ。保温から。切るから保温で150度からマックス230までですね。これはだから目安のところね、ここについてるね、はい、見えるかな、はい、でこうくるくる回すだけっていうような、ね、感じですね、はい、であとは油跳ねを切るようなこのね、プレートっていうかね、おそらくこれを水入れてね、水を入れてくださいとここに書いてあるんですけど、これまあ水をここのラインのところまでですね、まあ、入れて、まあこうセットして、まあ使うっていうね、こんだけの話です。あ、めちゃ軽い。これは、すごい軽いよ。うん。うん。これ、プラスチックみたいな素材よね。このピーコックって書いてあるんです。こっちで正面ですね。ねえ、これめちゃ軽い。多分そんなに重さはないですね。うん。めちゃ軽いですね。はい。で、まあこう置いてもらって、まあこれ水入れてね、これを運ぶ。でこっち置く、こっちのへこんでるようなところと、こっちが、ね、穴が開いてるんですね。でこっちの穴が開いてる方にのコンセントがね来るような感じでね、ほらこんな感じでちょっと穴に差し込んで、で置くという感じ。そうするともうしっかりしますからね。であとはここにね、この穴にこう差し込むだけ、ね、あとコンセントをね差し込めば焼肉プレートの完成ということで、すごい構造的にはシンプルですよね。で一応設定温度の目安がこう書いてあって、焼肉とかステーキとかで煙や油はねを特に抑えたい時は180度から200度で、高火力で焼きたい時はマックス230までいけるってことで、火力的には230度もあればね十分なんじゃないかなというふうに思いますね。で使用後に関してはランプを消灯して、まあ、コンセントを抜くと、ね、仕込みフラグを抜く。あとはあったかいうちに汚れをね柔らかいキッチンペーパーなどで拭き取る、まあ、これが多分大事なんですよね。要は結局調理終了後に放置しちゃうと、やっぱりここにプレートにはやっぱりこぶりつくので、長持ちさせたいならしっかりねこうあったかいうちに綺麗に掃除するっていうことですね。で差し込みプラグは、まあ、これはまあ抜いた直後やっぱ熱くなるものなんで、これは冷えてからね行うっていうことで、あとはまあ洗剤で手入れするときは台所用洗剤を使って、スポンジ布は柔らかいものを使うということで、プレートなどをね優しく洗ってあげればいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でプレートの洗い方も一応書いてあって、水や洗剤がプレートの差し込み口に入らないように注意しながら、差し込み口を上にして、差し込み口だからここだよね、これにやっぱ水が入るとあんま良くないってことだね、こっちね、うん、これを上にして洗うと、はい、あとは置いているのがこんな感じで、まあ、しまうっていうことですね。はい、
で一応まあ消耗品部品ということでプレートと温度調節器に関しては WYD120 のプレートと温度調節器ってことで一応消耗品としてまあ部品交換もできるんで、まあ一応気に入れば半永久ね使えるっていうことです。あと一応保証期間はね1年間これついてるっていうことと、あとまあ使用に関しては消費電力はまあ1200ワットですね。あと重量 2.3 キロね、だいぶ軽いですよね、 2.3 キロね。コードはまあ 1.8m、ね、あるということで、まあ、コンセントが遠くても、ね、まあ、大丈夫かなというふうに思います。はい、それではね、早速ねスイッチを入れてみます。で設定温度は、とりあえず、まあ、200度ぐらいにしておきましょうか。200ぐらいね、200度でねいってきます。はい、あ、もうあれですね、電気入れた瞬間からもう熱は結構伝わっています。熱、うん、結構あったかい感じ、うん、はい、で今日のお肉はこんな感じね、はい、松坂牛と、まあ、ホルモンで松坂牛と、牛タンで、あと煙がね一番出るような感じの、ホルモン、時期的にね、ちょっと生のものが入んなかったんですけど、まあ冷凍物なんですけど、これね。で、しかもタレ付きってことは結構ね、煙も出そうでしょ。ということで、まあ煙が出るのが一番これが分かりやすいかなっていうところですね。で、買いました。あとはまあ、ね、お肉ばっかりじゃダメなんで、こういうね、お野菜、ね、ピーマンとエヌキとナスと玉ねぎってことで、こういう感じで食べていこうかなと思います。はい。で、一応焼肉の2人は、ね、はい、10円。これはね結構高級な肉とはね結構相性がいいのでいつも使ってるんですけど、まあ、ホルモンなんかはね結構ソーミの焼肉のタレね、ソーミの焼肉タレ、これもねホルモンなんかいい感じです、まあ、ということで早速ね、まあ、食べていこうかなと思うんですけど、はニンニクとかですね、ニンニクとかはやっぱここにやって焼いちゃうと落ちちゃうので、この横のところですね、ここで焼いていくといいんじゃないかな。で、この前に使う前に油を引いた方がいいので、一応焦げ付き防止のね、ための油を引いたのとか、そのお肉屋さんでちゃんと買うとね、こう牛脂が出てくるということでね、事前にこうちょっとやってみましょう。あ、水入れるの忘れた。ちょっと準備が来たか。なんで忘れてました。牛タンからね焼いていきましょう。牛タンね、はい、いきます。あ、煙はねどうかな、ゼロではないね、もうちょっと弱くしてみようか、180ぐらいでしょうか、うん、はい、煙はまあちょっとね気持ち出てますね、うん、うわすごい、見てめっちゃ綺麗に焼けてる、やばくない、うん、いやすごいわこれ、うん、でもね煙はねうっすら見えとるね、うん、ちょっと画面上でも見にくいかもしれないですけど、見えるかな、うん、ちょっとね若干煙はね出てますね、はい、はい、ということで、ほら結構裏もいい感じに焼けてます。いや、すいません、早速ね、いただきますね、はい、うん、柔らかい、うん、美味しいですね、クレイジーソルトちょっとね、肉に入って、
やってみましょう。さて、今180ぐらい。うん。はい。じゃあ今日も暖かいですね。これいっちゃいます。あ、でもね、煙が確かにホットプレートよりは少ないけど出てますので、俺結構多分匂いはね、出るんじゃ、つくんじゃないかなという感じですね。まあ、せっかくなんで、玉ねぎなんかもね、まあ、一緒に焼いていきます。玉ねぎとか、あとこう、えのきとかね、えのきとかも、この横に、このスペースでね、焼いていく。こんな感じでさ、ちょっと多かったな。いい感じでね、しっかり焦げ目もつくし、これありっちゃありっすね。こんな煙もボワボワ出る感じもなくかな。でしかも火力もやっぱりそこそこ強いし、うん、いいですよこれ、うん、では、ね、こんな感じで綺麗に焼けますね。じゃあすいません、松坂牛いただかせていただきます。うん、柔らか、うん、いい肉はね、半生ぐらいで食べるとね、美味しいですね。うん、最高。あ、これね、ホットプレートで焼くより全然いいかも。に関してもさ、ちょっとクレイジーとソルト振って、ね、ここの横のスペースでさ、バターとかね、こう入れちゃって、こう置いとけばさ、もう、あとはほかっとくだけでさ、えのきのバター炒めができるわけですよ。ね、こんな感じ。このスペースちょっとありですね、これね。最後のメインどころというか、ほら、玉ねぎもめっちゃ綺麗に焼き目がついてますね。ほら、見えるね。ほら、いい感じですね。はい。意外と設定温度低くすると、まあのんびりこう焼けますし、煙もほとんどね、出てないぐらい。ホルモンね、いっちゃいます。いきます。ジューっていう感じはあるっすけど、そんな煙が出とる感じじゃないね。ね、全然煙出てないでしょ。うん、あ、これね、全然ありですよ。うん、木の方が、ね、やっぱりこの下に落ちる感じではないので、こっちの方がね、煙がちょっと肉眼ではね、うっすら出とるぐらい。200度ぐらいでね。で、こう横のスペースでさ、こうニンニクとかもね、ゆっくり焼けますし、これで、落ちちゃった。一個落ちちゃったな。あらあら。まあ、せっかくなんでね、こう、まだありますけど。うん、ね、こんなにホルモン焼いてても煙出ないし、うん、ありですね。はい。濃いタレがいいんですよね。結構僕は好きなんですよ。まあちょっとさ、ほら、えのきね、バター炒めも結構上手にね、焼けてる。うん、最高ですね。うん、ちょっと醤油なんか垂らしてもありかもしれない。結構カリッと焼けますね。うん、美味しい美味しい。ほら、ホルモンもちゃんとさ、こんな感じで焦げ目もつくしさ、うん。逆にこういうとこでホルモン焼いてもありかもね、こっちの方でね。こういうとこの。余分なね、油がこう、落ちてきた。ここもそんなに焦げないですね。こっちでホルモンは焼いてもいいかもしれないですね。わかるかな？結構ね、油がこれ出てるんですよ。こっちの方は煙出てる感じでしょ？
っとね、ほら、こんな感じで油が落ちていくので、ね、ありかもしれないですね。はい。これももう大丈夫なんでね。余分な油もここに落ちてるんで、すいません、じゃあホルモンね、いただきます。私ね、食べてあげました。うん、あ、うまいっすわ。ピーマンもね、ちゃんと焼き目もね、つけたら食べ頃ということで、これは、ここはさ、やっぱりね、油が落ちるとこなんで、落ちないところなんで、こう煙がね、こう分かる。ちょっと出とるでしょ。でもこっちはほとんどね、お肉焼いても、もう一枚試しに焼いてみますけど、今火力はほぼマックスですね。マックス230度ですけど、こんな煙言うほど出ないでしょ。うん。そしたらこういう野菜も焼けたら、こっちのね、ちょっと弱いというか、こっちの方に移動しとけばさ、ゆっくり食べれますしね。ここはニンニクなんかもゆっくり焼けるので、ここはね、このスペースは結構ね、ホルモンとか、こう野菜のちょっと、この一時置き場とか、っていう感じではあり、使えそうですね。はい。いや、これさ、1万2万出して、まあ確かに、ね、全く煙が出ないっていう商品はないので、まあ僕が知ってる限りですよ。なので、まあ実際ね、ほら、こんな感じで綺麗に、お店屋さんみたいな焼き目がつくってさ、これありだと思わないですか？うん。ありですよ、これ。だって5000円しないと、4280円でアマゾンで買えたんで、全然これはね、ホットプレートに比べると、後片付けもね、全然楽だし、俺はね、お家での焼肉がね、飽きるけどね、ちょっとこう、角度を変えてあげるとさ、ステーキなんかも焼き目がしっかりつくような感じで、いっちゃいますか？ね、それで、こういう感じ？さあ、ほら、しっかり焦げ目もつくしさ。じゃあね、いってきます。やわらかっ。はい、ということで、まあ、今回は、ピーコクさん の, 電気焼肉器をね、レビューしましたが、一応野菜コーナーっていうかね、ここの油が落ちないようなところですね、こちらの部分に関してはやっぱりね、多少は煙が出ますけど、そのメインところに関しては確かに油減りとか、油跳ねとか煙の出方っていうのはかなりね、ホットプレートと比べるともう激減ですね。で、しかも値段が5000円切ってて4280円で、まあ、Amazon でね、まあ、私は買ったんですけど、こういう値段も安いということで、まあ、手軽に家お家で焼肉を楽しむなら、これはね、ありなんじゃないかと私は思います。ということで、これから、お家でね、焼肉は寒い時でも、まあ、できますし、多少ね、まあ、窓なんかもね、開ければ、まあ、匂いも軽減すると思います。で、あとは、まあ、今ね、こっちの方にピッチャックを稼働してるんですけど、こうね、前もこれも動画で紹介した、まあ、パナソニックのね、加湿器なんですけど、まあ、これを、まあ、匂いモードにしておけば、これをマックスに加湿器をね、モードをしておけば匂いもね、意外とね、すぐ減りますんで、よかったらね、まあ、皆さんも、空気清浄機、まあ、窓開けたり換気をねしながら楽しむと、まあ、部屋のね、残り匂いもね減ると思いますんで、よかったらお家で焼肉を楽しみたい方は、このピーコックさんの電気焼肉器試してみてはいかがでしょうか。
表面はね比較的綺麗なんですけど、裏に関してはね、こんな感じ、はい、まあ、少しねこう油残りみたいのはね、もうこれはねあの仕方ないかなっていう、あんだけ磨いても結局これぐらいはねやっぱ残ってしまうので、まあこれは仕方ないかなっていう感じですかね。はい。